はい、こんにちは、アキです、今日はですね、また新しいアイテムを手に入れましたので、そちらの、開封動画をしていきたいと思います。で、今回手に入れたアイテムというのが、これも実はもうすでに自宅に届いて3週間、いやもうちょっと、もしかしたら1ヶ月ぐらい経つかもしれないんですけれども、ちょっと最近までモニターの動画の編集をやっていて、それが終わるまで別のちょっと動画の編集ができなかったというのもあって、まあ、やっとアイテムの紹介ができる段階まで来たんですけれども、今回紹介する商品はこちらになります。じゃん、ダヴィンチリゾルブスピードエディターになります。もう一つお見せしたいのがこちらなんですけれども、このダヴィンチリゾルブ17スタジオという、いわゆる動画編集のソフトになるんですけれども、こちらを購入すると無償でこのスピードエディターというのがついてくるという、キャンペーンをシステム5さんの方でされておりまして、確か去年の11月ぐらいにそのキャンペーンの予約をしたんですけれども、またこのアイテムがですね、前回のモニターと同じように人気があったようで、こちらソフトの方はソフト単品で買うんであればおそらくすぐに届いたんですけども、こちら一緒にこのついてくるこちらのアイテムが、まあ在庫がなかなかないということで、結構これは2ヶ月ぐらい経ってやっと届いたという商品になります。で、まあ、ここのこのパッケージにも書いてある通り、この中にこのダヴィンチリゾルブスピードエディターというものがまあ入っているんですけれども、これをこのダヴィンチリゾルブのソフトと一緒にまあ使うことによって、編集の効率化を図れるということで興味があって購入したものなんですけれども、このダヴィンチリゾルブのソフトというのが結構いいお値段するんですけれども、これが3万後半、まあ約4万近い金額するんですけれども、こちらのスピードエディターも実は単品でもし買うのであれば同じぐらいの値段すると3万5、6千ぐらいするのかな。それが、まあ、今回これを購入することで、こっちも一緒についてくるということであれば、それはもう一緒につけて買うしかないと。もう選択肢はそれしかないなという感じではあるんですけれども、まあ、ひとまずはこれが手に入りましたので、開封していきたいと思います。はい、では、箱開けていきたいと思います。まず一番上にこのスポンジ状の緩衝材が入ってます。はい、お、こんな感じだ。はい、これがダヴィンチリゾルブスピードエディターになります。お、お、ぬるぬるですね。見てみましょう。うん、重さとかは特にそんなに重いって感じはないですね。触った感じの質感も結構いいですね。それ以外にこれがウェルカムと書かれた、またウェルカムカード的な感じですかね。ソフトウェアインストーラーで、こちらがブラックマジックデザインのシール。これはダウンロードダヴィンチリゾルブ16フリーって書いてあるんですが、まああんまり私には関係ないですね。はい。で、あと、これが USB Type-C
USB Type-C のケーブルですね。はい。USB Type-C のポートがあるので、ここに差し込むという感じだそうです。この後、実際にこのスピードエディターを使っているパソコンにつないで、さらにこのダヴィンチリゾルブの17、これをインストールして、実際に動画の編集を始めるという感じになるんですが、ダヴィンチリゾルブは一回も使ったことがありません。なのでこれから勉強をしていくことになりますので、そのあたりの動画はまた一回動画にしたいなとは思っております。はい、ということでダヴィンチリゾルブスピードエディターの開封動画でした。では本日の動画は以上となります。もしこちらの動画、興味持っていただいた方いらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。秋でした。では。